米沢みのるしん、古典部シリーズクドリアフカの順番。クドリアフカの順番は2005年6月30日に、角川書店より刊行された、米沢みのるしんの推理小説。古典部シリーズ第3作。前作、愚者のエンドロールから約3年ぶりのシリーズ作品となり、本作から角川書店より46版で刊行されるようになっていった。 単行本でのタイトルは、クドリャフカの順番、十文字事件だが、2008年5月25日に、文庫版が発売された際に副題が外されている。文庫版の A 題は、ウェルカムツーカーニャフェスタ。本作では、古典部一年生10月の文化祭での3日間を、描く。また、語り部が、笹久太郎のみだった前作までに対し、本作では、 古典部メンバー4人全員が語り部を務め、4人の視点での物語を展開しながらも一つの事件を追う構成となり、また4人それぞれに期待というテーマが据えられている。2012年古典部シリーズが評価のタイトルでアニメ化された際は、アニメの第12話から第17話の間で本作のストーリーが展開された。また、同年同シリーズは、 タスクオーナー作画により、評価のタイトルで漫画化され、月刊少年エース2012年3月号より連載されており、本作は第21話から第40話の間でストーリーが展開された。神山高校の年間最大イベントである文化祭が始まった。しかし古典部は手違いで、出品する文集、評価を大量に作りすぎてしまった。 文集を売るため方々に奔走するエル、文化祭を思う存分楽しみながら文集を宣伝するサト氏大量発注に責任を感じながらも見務する漫画研究会のギスギスした雰囲気に苛まれるマヤハナ静かに店番をする笹具太郎古典部員は大量の在庫に頭を抱えつつも文化祭は進んでいくそんな中校内では 十文字と称する何者かが犯行声明を残して各部活から物品を盗んでいく奇妙な連続盗難事件が起きていた。古典部はこの事件の最後のターゲットが古典部であると PR することによって部の知名度を上げて文集を完売させることを目指すが、その中、捧ぐ太郎は偶然入手した手がかりから十文字事件の謎に迫っていく。 古典部員たちがそれぞれ眠れない夜を過ごしながら迎えていった文化祭初日。古典部は文化祭で販売する文集、評価を手違いにより200部発注してしまい大量在庫を抱えることになった。L は評価を多く売るため売り場を拡張しようと総務委員会や壁新聞部と方々を駆け巡るが成果を上げることはできなかった。 文化祭を思う存分楽しむと決め込んでいた佐藤氏は文化祭のイベントを楽しむ中で評価の PR を展開する。そして宝太郎は自身の省エネ主義に反せず相対的に評価の販売に貢献する方法として物質内での店番を買って出る。その中で笹々太郎はアカペラ部での異変に気づき L は占い研究会の親友十文字加保から 運命の輪のタロットカードが、サトシは、クラスメイトの谷これゆきから所属する、囲碁部で、碁石が盗まれたという話を聞いていた。一方、漫画研究会の用事からなかなか抜け出せそうにない、マヤハナは、漫画のレビューを掲載した文集のハケの悪さにケチをつけ、普遍的な名作は所詮受け手の主観だけで決まると、主張する万研の主要派閥のリーダー、河内と、 真っ向から対立、その考えを砕くため全面の文化祭で販売された漫画、夕べにはむにを持ってくると宣言する。現在手元になく、夕べにはむにを持ってこれなかったマヤ花だが、河内はそれを、非難はせずポスターを描く手伝いをマヤ花に命じる。ニュースにも、評価の委託販売を依頼したエルは、了承した、ニュースに、昨日の反省から、 人へのものの頼み方を教授してもらう。その後、サトシ、エル、マヤハナはお料理研究会主催の料理、バトル、ワイルドファイアに参加する。対戦中、エルが用意された食材をほぼ使い切り、対象のマヤハナが料理を作れそうにないハプニングに、捧ぐ太郎が救いの手を差し伸べる一幕もあり、ワイルドファイアは終了するが、お料理券から、お玉が、 十文字と名乗る何者かに盗まれていたことが判明。この時を境にアカペラ部、囲碁部、占い県の間で水面下に行われていた十文字による窃盗事件、十文字事件が全校内に表面化していく。古典部は評価を多倍するため十文字のターゲットにされていると PR して部の知名度を上げることはできないかと犯行の法則性について検討する。 十文字という語句が、それまで、他の生徒が用いていた読みである、十文字ではなく、十文字とも読めること、加えて被害に遭っている部活動の名前から、あから始まり十文字目となる、こまでのかなを頭文字とする部が、ターゲットとされているという、十文字の反抗の法則性に気づいた、笹久太郎は、こが、頭文字である、古典部が、最後のターゲットになると推理する。 L は、この推理を元手に、壁新聞部に再び売り込むが、壁新聞部も、10文字にカッターナイフを盗まれていた、ことを知り、笹久太郎の推理を、壁新聞部に提供する形となる。笹久太郎が店番を理由に動こうとしないため、頼れないと踏んだ佐藤氏は、自らの手で、10文字を捕まえようと行動を起こすが、10文字は、すでに記述部からキャンドルを盗んでいた。 一方、河内の取り巻きたちの必要な陰口で空気が悪くなった満剣から抜け出したマヤハナは、部長の湯浅から、夕べにはムクに、の原作者が、河内の友達の安城春菜だと教えられるが、春菜が、河内の友達だから、河内の言ったことは本気じゃないという湯浅の言葉の意味が理解できずにいた。古典部員たちが、それぞれの抱える問題を前に眠れない夜を、 過ごしながら迎えていった文化祭最終日、壁新聞、神高月報に取り上げられたことで、十文字事件は校内で大きな注目を浴び、十文字を捕まえようとサトシを含む探偵志願者たちが早朝より集っていた。次のターゲットはグローバルアクトクラブかと思われたが、十文字は区を飛ばし、軽音部から弦を盗んでいた。 十文字の臨機応変さに立ち打ちできないと判断した。里氏は、事件の解決を、笹々太郎に、期待するしかなかった。一方、笹々太郎は店番から席を離れて、入れ違いに訪ねてきた姉、とも恵みから、夕べにはムくろにを差し入れられる。夕べにはムくろにの作者、アジムタク派の名で背景を手伝った人物が書いた、後書きに目を通した、笹々太郎は、 本年度にあたる時期に出す予定だという次回作のタイトル、クドリャフカの順番の順番という単語とクリスティの超有名作を一ひねりにひねりできないか企んでいるという記述に引っかかりを覚える。上光月報で古典部が10文字事件最後の標的だと書かれたことを機に放送部部長と校内ラジオに出演する約束をしたえるは 夕べにはムクロに、の絵がどこかで見たポスターの絵と似ているかもしれないと、好奇心を発揮、アクシデントで服が汚れたため満剣を抜けたマヤハ花と、共に絵を見比べるためポスターが貼られている場所に向かう。そのことで、夕べにはムクロに、の作画が、生徒会長の陸さん、そうカオルであることが判明する。十文字の手口と、夕べにはむクロに、そして、くどりゃかの順番をもとに、 笹具太郎は、十文字事件の推理を開始。そして、古典部は、考慮原稿を用意し、校内ラジオに出演するウェルを通じて、十文字に、挑戦状を叩きつける。その後、野獣馬たちが対決を見届けようと集まった、四学講義室で古典部と十文字の対決は思わぬ、形で決着がつくことになる。結末古典部隊、十文字の対決は、 高領原稿を燃やされ、十文字は達成されたの。反抗生命をもって、十文字の勝利に終わった。そして文化祭が終了に向かう頃、高校入学以来、類まれなる、推理力を発揮するようになった、笹具太郎への戦望から、探偵役を志願した末に敗北した里氏は、期待という言葉に自身への、諦めという意味を込め、真珠をまや花に吐露する。L は、 校内ラジオを聞いたというイリッシュから、期待で人を動かすことに向いていないと指摘され、エルも、もうこりごりですとそれを認めるのだった。笹具太郎から借りた、夕べにはむくろに、おかわちに読んでもらおうとしたマヤ花だが、そこで、春菜の才能を認めたくない思いから、夕べにはむくろに、お途中までしか読まず、仮に全部読んだとしても春菜に、次のも期待してるよと言えない。 河内の胸の内を知ることに。さらに、その河内が、ボディートークの作者だと知ったマヤハナは、その二冊と自分の漫画に思いを寄せて、エル、サトシ、マヤハナが、それぞれの場面で、期待という言葉をめぐって、苦い思いをした時間を遡り、もうすぐ校内ラジオが始まろうとする正午に、十文字の、正体を突き止めた、笹さ太郎は、古典舞台、 10文字の対決の裏で評価多倍のため学校の駐輪場で10文字と対峙していた。10文字の犯行声明の失われたという言葉と抜かされた区は10文字事件が区で始まる人物に対して区で始まるものが失われたというメッセージを残すための暗号であり、そのクドリャフカの順番が事件のモチーフであると同時に失われた。 苦のつくものであること、苦で始まる相手が陸さんだということを示していた。そして、関谷祭りの歩き方は、複数の部活が狙われた中、陸さんを指しているということを公平に提示するための被害者リストで、そのしおりの33ページに陸さん含むターゲットを固めていた。それらから導き出される犯人とは、しおりのページを操作できる、総務委員で、 くどりゃ不可の順番を知る、陸さんなら、暗号を解けると知る者、アジむたく派が、安城春名陸さん、そうかおるともう一人の背景担当の生徒なの、頭文字を組み合わせたものであることから、残る、字と、他に符合する者、田辺二郎だった。すべてを認めた田辺に、笹さぐ太郎は、十文字の正体を秘密にする見返りに、評価三十部を総務委員で買い取り、 神山高校のサイトの通販コーナーで売るように、要求、そしてサイトに扱う名分を得られ、田編も事件の幕を下ろせる、古典部も矢人馬たちによって、評価の数がはけると、古典部と10文字の対決を仕組むことも持ちかけるのだった。笹久太郎との取引を終えた棚編は、笹久太郎の事件が、 クドリャフカの順番の原作を紛失した、リクさんへの当てこすりという推理を訂正し、圧倒的な作画センスを持ちながら、夕べにはムクロに以来漫画を描こうとしない、リクさんの才能に期待し続けていたこと。リクさんが、クドリャフカの順番を読んだのかを聞きたかったと、反抗動機を語り、そしてリクさんにメッセージは伝わらなかったと漏らすのだった。こうした裏事情もあり、 評価は残り5部まで目減りし、古典部員の分と、笹具太郎がとも、恵みの分まで買い、評価は完売されることとなった。古典部一行は、十文字事件の話を魚にせん、単打定で打ち上げをしようと盛り上がる。こうして、就業のチャイムとともに、文化祭は終了するのだった。声は、テレビアニメ版、評価での担当声優。ありがとうございます。